まして今。<laughs> ああ、ありがとうございます。<laughs> まだね、お風呂に入ってなくて、そうなの？珍しい髪？確かに、私最近さ、巻き下ろしとか専門ね。結構ゆる巻きです。なんかちょっとこれ映っていいのかな？<laughs> プーさん。あ、ありがとう。そうなの？ 今日いい感ほんと大人っぽいほんとにありがとう <laughs> あ、ありがとうでも風邪ひいてですねめっちゃそうなのよなんか鼻水が止まらない <laughs> 鼻水が止まらずに 困ってますそう花粉症いや花粉症じゃないでもね去年もね4月ぐらいに体調を壊してで私それで花粉症を疑ったんですよで花粉症を疑って検査したけど違ったから多分今回もただの風邪 <laughs> 花粉症じゃないと思う いやなんか昨日から若干ね風邪気味だったんよほんとは <laughs> で昨日のそう昨日の夜が多分マックスで夜があんまもう眠れないぐらいマックスで山場は越えたって感じちょっと軽い風みたいな弾いてたパクありがとう。 薬飲んだハスキー声めっちゃ鼻声かもめっちゃくしゃみ出るんですよでも配信中に一回もくしゃみは出ないと思うんですけど本当に家で過ごしたらめっちゃくしゃみ出てそうなんだよ めっちゃむずむずはする <laughs> えー、くしゃみでなんか人前人のそうズルズルしてるコンサート終わっていやコンサート終わってでよかったよね 本当にやね、てかコンサート中さコンサート中コンサートの時さ楽屋が分かれてんの1期ドラさんとかで分かれててまあその楽屋自体がそんなにもう大,大人数入るような楽屋じゃないんでその部屋ごとに分かれててここは1期ドラさんの楽屋みたいな2期2.5期生の楽屋みたいな感じで分かれてたんですけど本番当日の朝 みんながエナジードリンク持ってて、<laughs> 本当にすごくて、もうモンスター持ってる人もめっちゃ見て、あと翼あのなんだっけレッドブル持ってる人もいて、リポビタン D の差し入れが来てイキドラさんの楽屋に、いやもう花びら出てきた、<laughs> いやめいやめいやめい、で、もうみんなエナジー頼りまくり。<laughs> ずっとね、鼻,かんどんよ <laughs> 鼻水が止まらんしかもねこの左側だけ出てくるほぼ「鼻かむアイドル」初めて見たえアイドルだって鼻かむでしょ <laughs> そうみんななんかみんななんかエナジー持ってた <laughs> すごかったアイスボックスでそう,でそうアイスボックスを差し入れてたくさんいただいてみんながアイスボックスにエナジーを入れてみんなあのアイススボックののエナジー割やってたのすごいよもうあのこんな工芸見たことないってぐらいみんなが同じ飲み物を飲ませて。<laughs> めっちゃ美味しいんやそう飲んだけどめっちゃおいしいえマジでねなんか体が重い時とかもうあんまりちょっと睡眠取れてない時とかに飲んでほしいぜひ頑張らないといけないって時にあくまありがとううん <laughs> <laughs> エナドリ好きな絵ナドリめっちゃあるんよね私私さあとさ公園からかえ帰るまでに自動販売機で絶対にいつもリアルゴールドのカンカンを買って家で氷にこうバって飲むのが好きいつもリアルゴールド飲んでるわ <laughs> リアルゴールドいいリアルゴールドのロックお酒みたい終わ <laughs> りましょう <laughs> あのあれでアイスボックスリアルゴールド割あと何飲むかなオロナミンシーも好きだよね <laughs> うんうん 早くく体調ななります、ね、なんかさこの地味に体調が悪くなる感じわかるなんか熱がめっちゃ出るとかじゃなくってなんか地味に風邪ひくみたいなのわーにゃんって感じにゃんんか熱はそんなでなくってこうみたいな長引きそううん長引かせるものか。 ここだけ、ね、メイクが落ちるの鼻かんだらう嫌、ん、になっちゃう鼻セレブ使って使ってない <laughs> 鼻セレブ使ってないよ普通にあの何ですかティッシュ エムステティッシュはまだ使えない <coughs> 使えません花栓はちょっとできませんねここじゃ <laughs> 困っちゃうカラオケ無理だなでもさ私さ歌ったらさ普通の声になりそう 今喋ってたら鼻声だけどそう昨日なんかもう鼻が詰まりすぎて息ができなくてもう息ができないって感じでもう本当に鼻がともう両方塞がれて息ができなくって寝つきが悪すぎて本当に何回も寝返りしてなんか息が通る。 鼻が通るところをこう探ってずっとゴロゴロしながらそう寝れんくなる <coughs> 息をする心もう息をする鼻だよ してマイク吸って吐いて自分のペースで眠りは浅くなるえわかるだから昨日ずっと眠れなくて2時ぐらいに寝てバッて目が覚めてなんか6時ちょうど6時ぐらいでああ寝てないそんな眠れてないよ くしゃみ出そうくしゃみでそうあくしゃみでそうあ嫌だ嫌 <laughs> だ嫌だ嫌だああ <laughs> あはあうわタワーもらったありがとう待 <laughs> って か可愛くくしゃみできん。からね。うん。南蛮のさとさ、ありがとう。ありがたわー。ありがたわーだ。いちょっと私ね、ずっとタワーの俺できてない。でもちょっと若干、人段落したから。書くよ。6周年コンサート最高。わあ、ありがとう。ありがとう。 ありがとう今週中にお礼したいと思ってますちょっと待ってごめんね貯めちゃってありがとうありがとうね うん、最近マイキューさんにハマってますなんで <laughs> 気になるなんでヘクチって感じで頼むえくしゃみそんな依頼されても無理だよ <laughs> 無理だよ意外とワイルドかもよ もうマジでくしゃみかわいいメンバーはひなさんかなしかもくしゃみしたあとに何か言うの「はッヘッヘッシー」みたいな「わー」じゃないな何だなんか言うんだよね「ヘッシー」みたいな <laughs> ひ,ひなさんのくしゃみがめっちゃかわいいんか言ってるんだよねくしゃみだと「わー」みたいな「わー」みたいな「わー」みたいななんか泣き声みたいな余韻。<laughs> <よいん笑> くしゃみ余韻うん、<laughs> かわいいなんか言ってるの私らしいくしゃみ何や、私らしいくしゃみって シャミの後はハハハやばいなんか鼻鼻が困ったひなちゃん髪切ってたね髪切ってましたひなさんいや私さ髪切っててひなさんがでその、ちょうど6周年のリハーサルぐらいの時に来てたんですよで 6周年の「陸アは当日に「あのー、夢ジカラ」の衣装を着たひなさんを見た時にあそういえひなさんって「夢ジカラ」の時あのショートカットのウィッグかぶってたなと思って千のち,ほちゃんとひなさんはショートトカッッのウィッグ被ってたんですよだからそれのために切ったのかもしれやと思って <laughs> そう「えもしかして夢ジカラのために切ったんですか?」ってそうそう聞いたら。

可愛かったショート。ショートかった。ブラウニーちゃん。そうですよ。可愛い。あれウィッグです。ウィッグ。ショートはもうしたい役は。収まりました。 <laughs> 収まりましたですが髪を乾かすのに時間がかかるからうーんって感じついにそうな ウィンテール <coughs> 暑くなったら切れば私暑くならないんですよね <laughs> なんか夏も割と寒い夏。 なんか夏ってさなんか結局さ室内は冷房がめっちゃ効いてて寒いよねうん夏寒い冷房 外には出ない <laughs> 家に引きこもるのお仕事以外でもう引きこもっちゃ溶けちゃうなんか体力使う外出ると <laughs> ゲームも手に入れたからんうん そうインドアアウトドア <laughs> どっち行って感じやばいちょっと肌かむわ。 この辺に鼻水ついたんだっけど <laughs>。ミュートって機能あるけど、嘘。ごめん。<laughs> ごめん。ごめん。みんな。鼻の音聞かせて、ごめん。 うるさかったありがとうへどいこと<笑> ASMR <笑>やばいやばい生活感 ミュートにしてみるご褒美ダメやめて <laughs> やめてよ くしゃみする時ミュートにしよういやこれねでもねくしゃみくしゃみじゃないミュートとさカメラのさ何方向方向っていうかこの外髪にするやつとミュートが並んでるんですよでそこの画面のとこが割れてるんですよねちょうどなんでめっちゃねこのそこの接触が悪くてねカメラがね反転しそうになるんだよね <laughs> 怖いこのミュートにする時反転しそうになるの。 画像割れてるうん、割れてるっていうかなんかこの何ですか iPhone 本体は割れてないんだけどこのシールシールっていうかこの画面のさこなんでフィルムフィルムが割れてる外壁にシール貼ればおっナイス ナイスだね <laughs> やばい昔さこうやってさ鼻水出たらこうやって拭いてさめっちゃあのここがさびっしょびしょになって怒られたことがあるんだよね <laughs> やらなかった子供の時鼻水が出たらクって <laughs> 小学生 <laughs> えそうだよ小学生ぐらいの時だよでさここがさびっしょびしょになった後とねピカピカピカに乾いてさ ガガビ。男の子私女の子ようん。フ <laughs> <laughs> そんなんななしたらモテない小学生の時はねクラス全員女の子だったんでもうバッチバチの戦いよ女の戦いよほんとにあの別女子校っていうわけじゃなかったんですけどなんでかわかんないけど女の子たまたま女の子しかいなくって女の子9人で。 ゆりに目覚めたいや目覚めてない <laughs> 目覚めてない <laughs> あんなあの世界を知らなかったかも <laughs> ネタえネタじゃないよ急に。 七さんに教わったえ、ユリですか。<laughs> えー、難しい。うん。<laughs> そんな教えてもらったわけじゃないですけどね。<laughs> まあでもなんかユリ。 っていうの曲とかあるじゃないですかアニメアニメはあんま見ないな一個なんかななさんからおすすめされてみたけどなんか「<laughs> マイキューはこれ見てみて」って言われて <laughs> 見たことあるけどなんかななさんすごいたくさんユリ系の漫画とかアニメとか詳しくってでなんか なのさんといろいろ話してた時に「うんマイキューはねなんかこれ見てほしいわー」ってなんかこうやって画像を出し出してで「なんかこれ見てほしい」って言われて「なこれはマイキューに刺さると思うよ」ってそうなんか <laughs> 言われて <laughs> そのなんか <laughs> 言われてアニメを見たことが「ソムリエ」そう私に合うなんかゆりアニメをそうなんか紹介してくれて。 刺刺ささっったたうん、ん、んかかもしれん分からんえ、どうやってちょっとね結構前だよね見たのがその時でも全部見たよ<笑><笑>え私奈々さんお医者さん全部私に合うものを奈々さんお医者さんだなんて作品えっとね待って 思い出せんのんのやけど、えー、気になる私も何だったっけなえー、えー、っと僕僕じゃないえなんかもうちょっと長かったタイトルは「シトラス」えシトラス見たわシトラスは漫画で見たかもシトラスもそうおすすめされたんよシトラスっていう漫画とアニメもなんかないあれも奈々さんからおすすめされて見たんですけどそれじゃなくって 一個なんかマイキューにどのぴったりのゆりアニメがあるって言われてあれやがて君になるだったっけそうやがて君になるだやがて君になるっていうゆりアニメなのさんになんかこれはマイキューにすごいぴったりのゆりアニメだと思う全部見たよ なんか内容がなんかあの面白くて普通に全部ばーって見ちゃいましたね <laughs> <laughs> 何がぴったりわ、えー、<laughs> からんわ <laughs> か,<ら> <laughs> か,<ら> <laughs> からんけどなんか菜々さんとあのいっぱい話したんですよいろんななんかもう話をした時に問診みたいな感じですよ その時にナナさんが最後に「あのー、じゃあマイクにはこれを」ってほんとに <laughs> もうんすごい私覚えてます今でも覚えてますねその時のその時になんかナナさんが なのさん東京だから普段いるのがだから STU 兼任してた時に <laughs> STU の仕事お仕事がある時は広島に来ててでなんか「マイケルん家行っていい?」みたいな言われてで「いやマジで本当にそれは <laughs> 無理です」って言ってだって。 姉ちゃんもいるしまず部屋がもう人,を入れ人様をその奈々様を入れられるような部屋じゃなくていや「本当にそれは駄目です」って言ったら「なんかじゃあ,あの私が泊まってるホテルおいでよ」ってなってで行ってでなんか12時間ぐらい2時間ぐらいかな話して。 で、あの診察受けて <laughs> あの、あれです問診で、最後にゆりアニメを教えてもらいました <laughs> 最終的に <laughs> あのこのゆりアニメがおすすめですありがとうございます どんなですかもうずっと話聞いてた何の話したんだったっけな,なんかいっぱいその時の話をしたんだけどな、うん、<laughs> でも私はあのユーナーユーナーさんたちがすごい なんか気になって二人のことが <laughs> ずっとそのこと聞いてたりがとう好きなんだよね <laughs> ユーナーさんたちねっ ユイリーさん好きよ。いや全然そんなもう三浦君けどそんなそんなそんなもうなんか何ですか尊敬みたいな感じの本当に。 なんですかねそういう感じです <laughs> 私は結構えなんか好きってもいろいろ種類あるじゃんいっぱいあるじゃんいろんな種類あるじゃんで太田優里さんは推し し足すちょっとあのガチ恋みたいなのあの <laughs> 若干若干なんかもうあの本当にガチ恋間際みたいな <laughs>、うん、ちょっとあの本当にあの可愛すぎて見れない。 君好きって感じ <laughs> 君好きただ気づかれなくていいって感じ蝶ちゃんは蝶ちゃんは <laughs> <laughs> ねえこの間さなんかさ千穂ちゃんガチ恋決定戦みたいな頂上決戦みたいなやつの MC があったので千穂ちゃんが「あんガチ恋」みたいな言ってて「ガチ恋か?」みたいな「ね、<laughs> <laughs> 千穂ちゃん千穂ちゃんが「えガチ恋?」みたいな「本当にガチ恋なんか?」みたいな言っててそう結局ねまああのー、何ですか問題は1個も当たらなくて。 サラピサラピガチこサラピガチ恋なのかな <laughs> 見えま<り>した。うんうん。レベル上がった。ダラララダダ。チホちゃんのメール取ってないの。え取ってない。とかメンバーのメールを取ってないです。 撮ってないようんなんか私が入った頃は一期生さんのメールはね結構撮ってたりしたんだけど今は撮ってないななんか身近な,なんかプライベート <laughs> 私がなんか見てるの <laughs> そうなんかあれかなと思って撮ってないな 一時期さオきちゃんが私のメール取っててさ <laughs> なんかなんか私のメール取ってたのでさ私それ知らなくってさ最初なんかめっちゃ前よめっちゃ前でもう一時期本当に何ヶ月間かオきちゃんが私のメール取ってた時があってでなんかなんで気づいたかっていうと あのなんか講演終わりにメールを送ってでそしておきちゃんと一緒にその時帰ってたらおきちゃん私のメールが届いてそしたらおきちゃんにもメールが届いてパッてなんかオきちゃんが見てて携帯私横からパッて見たら私が送ったメールがおき,おきちゃんの画面に映っててでえっと思って私のメール撮ってるじゃんこの人って思ってでなんかその時思ったけど。 なんか気まずくってオきちゃんが去って隠したから <laughs> 気まずくって何もその時は言わなくってでなんかその後からちょっとあれと思ってで後から言ったのオきちゃんって私のメール取ってるよねって言ってたら「あ気づいた?」みたいな感じで <laughs> いやそうなんか一時期取ってたんだよ私のメール <laughs> 可愛いではないかえんそうなん,かなんか隠して私のメール取ってたんだよ そうなの私のメール普通に見ててえっ見てるじゃんっ <laughs> 知りたたかった、えー、私のでもご飯とかしかごるってないかもしれない <laughs> そう一時期ねでも結構前よそれもう言っちゃったっけなもういつもいつか忘れてしもうたわ どう思ったえ何撮ってんんだよな <laughs> で撮ってんだよ <laughs> みたいなあの一緒にいることが多かったのでなんで撮ってんだよってでも今は。 うんなんかメールをメンバーに見られるのがちょっと恥ずかしくてなん,かなんか恥ずかしさがあるんだよね。 りオちゃんリオちゃん,ん撮ってるって前言ってた分かんないけどコッコさんのメール撮ってなかったえ取撮ってたわ <laughs> でもそれいつまでと途中でやめたかもしんないでも撮ってた結構長い間 <laughs> いやなんかコッコさんのメール結構好きで <laughs> でもコッコさんに言ってた 子さんのメール届いてる時に「そ撮ってますよ」って。でもそれも割と最初の方。 中でやめるなんてひどいいやそんな私推し編とかそういう感じじゃないですからねだいたい推しとかという理由であんまり取ったりっていう感じではなくてなんかメンバーだしなーってちょっと思ったんですよねうんか私が恥ずかしいなって感じるからお疲れありがとうございます インうん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 のことはあんなんですかうん本当になんかんうんうんういうんかなううんうーん うーんガチ恋とかじゃないんですよなんかファンやめるみたいなんじゃないんでそんな、うん、姉貴うん姉貴って感じする尊敬大好き姉貴パイセンあめっちゃくしゃべてそう キモノヒカリありがとうございます <laughs> <laughs> 好きに種類あるあるよあるしさなんかそれはみんながさ私のメールをさ ちょっとタイム困るね <laughs> 困,る困るね 困ったミュートミュートにしたうん <laughs> <laughs> 何日かで終わったらこのこれが多分花粉症とかではないはずありがとういいかも名前です黄砂が飛んでるえねみんなどこでそんな情報知るの黄砂が飛んでるとかニュース天気予報黄砂飛んでるっていう情報どこなん 天気予報で言うとそうなん鼻で感じるわ <laughs> からんわ、初心者じゃ見えるああでもなんかすごいひどい時は見えるみたいなの聞いたことあるあと、車が汚れる 車は持ってないんですけど、うんなんか家の車がまま真,真っ黄色ではないかでもなんか汚れてたイメージある洗車しないと。 洗車ないけどあのさあなんだっけあのー、ガソリンスタンドの洗車の中に入るのめっちゃ好きあの車の中に入って洗車の中に入るの <laughs> あれめっちゃ好き <laughs>、うん、あれめっちゃ好きかり <laughs> ありがとう 私は入らない生身じゃないです <laughs> mri とか好きそうえでもねなんだっけ割と最近にあれとったんですよなんだっけなんかそういうやつ <laughs> さテレビで見るやつやと思ってさすごい ちょっとワクワクしましたあ、CT? それかすごい胃を飲中はね なんかこんなトンネルみたいな MRI もね,ね頭のやつえ分からんどこでもある昔めっちゃ昔に撮ったことがあるあの輪切りジャギン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 っていう <laughs> なんかジャギンジャギン言いながら撮影するやつかなありがとう うんなんか輪切りを取りますって言われてジャギンジャギンした思い出ある <laughs> の色へ <laughs> ありがとう <laughs> 病院マスターだよね本当になんか私休日の何してますかって言われたら「病院巡りです」って言いたいぐらい病院割といろいろ行ってるでてさあ,あと病院のカードが増えすぎてさ本当にいろんな病院行きすぎて。 マジであと体調崩す時に東京にいることが多い時があって東京の病院のカードが増えてしかも使わないからさそのなかなか東京行かないし <laughs>。超増える。 いや、しかもさやっぱコロナがさすごいいろいろあった時期でさやっぱ熱が出たらすぐコロナの検査をねやっぱしないといけなくってなんか風邪かなみたいな感じよりかはもう病院にすぐに「はいそれじゃあ検査行きましょう」って感じで行っちゃうので PCR しにそうよ。 変だよねだうん今まで何回くらいやったえめっちゃやったよ本当に何回やったんだろうね元気な時もやったしねなんか元気でもさ周りの人がなってさそしたらなんか一応けさしようかとかっつって <laughs> 元気な時にやるやつとかめっちゃ辛い。 でもさみんなもやったんじゃないみんなもなんか何かしらでさ結構必要だったくない陰性証明書とかもさ 貫通するよ、鼻でも綿棒この辺まで入ってるよ。なっかいなっかい綿棒これへここまで来てるわほんとに <laughs> 頭蓋骨頭蓋骨まで痛 <laughs> いんほんとに涙出てくる。 ありがとう <laughs>、うん、感染してた時姉貴はどうしたの私、沖縄で療養したんで、コロナは、あの、お,お姉ちゃんとは電話してましたね、LINE とかで。LINE 電話。 <laughs> 使いこなし始めたミュートをすごい。

なんか唸ってたもんちょっとうう <laughs> そうもうも画面を見るのがしんどくって携帯のなんか寝ついてる時とかさ画面見るのさしんどくない ありがとう昨日1週間いたなんかさこの間お父さんとの LINE をさかのぼってたらさその時の会話が出てきてさ <laughs> そのなんかそ「迎えに来てよ」沖縄まで迎えに来てよ」 そう、うお父さんからら誕生日プレゼントをね、もらったんんですよなんか、お父さんが本当に最近広島に来てたらしくてで私お仕事で会えなかったんですよねお父さんには。会えなくってでもうなんかお父さん事前に言ってくれたらいいのになんかサプライズかなんか分かんないんですけどなんか突然来て <laughs> なんかもう何日に行くぞとか言わずに突然広島に来てで。て。 なんかその時お姉ちゃんしか部屋に部屋っていうか家にいなくってで私は仕事行っててお姉ちゃんに何か電話がかかってきたらしくて今家の何か前にいるみたいな感じで電話がかかってきたらしくてで「はぁ?」みたいな「お姉ちゃんもはい」みたいになってでなんか結局 <laughs> 私がお仕事終わるまでにも帰っちゃってそう会えなかったんですけどそうその時に。 誕生日プレゼントをなんか持ってきてくれててそうねなんか家帰ったら「これ誕生日プレゼントだって」って置いてあってそう何もらったそれがなんか「あの封筒が置いてありまた、<laughs> ええー!」みたいな封筒が置いてあって。<laughs> すごいなんかワオみたいなワオってなって <laughs> ちょっと <laughs> うんなんかあのー、封筒になんかメッセージが書いてあって。 何だったっけな、あっちにある <laughs> なんか書いてあったのよ <laughs> そうメッセージ付きっていうか私お父さんからメッセージ付きの何かもらうの初めてでびっくりしたんよねお父さんの字を見ることも結構少なくって。 お父さんさん字書かないからさいやまあ書くと思うんだけど書いてる姿見たことなくてさほぼびっくりしましたねお父さんってこんな字書くんやと思ってそれで知りました <laughs> うーんどんな字だったか なんかうん、えっとワイルド <laughs> ワイルドだったう <laughs> ん <laughs> マイエって書いてあるえちょっと待ってちょっと見てこよう <laughs> 何なんだっけなえっとね「父ちゃんより父ちゃんより」<laughs> よりって書いてある「マイエ、父ちゃんよりおめでとうがんばれよ仲良くしてくれ」「父ちゃん」<laughs> こうなんか 夏っぽい封筒が <laughs> 家に置いてあって。<laughs> まい,いえ。父ちゃんよりおめでとう。頑張れよ。仲良くしてくれ。<laughs> なんか <laughs> おもろ <laughs> おもろいです。<laughs> こんなこと書かれたの初めてですね。仲 <laughs> <laughs> 悪いな。全然仲悪くない。<laughs> ただ、なんか口癖のように仲良くしてくれとか優しくしてくれとか言ってくるんですよね。うん、口癖なんですよ。 優しくしてくれよみたいな。私が冷たいおいおいおい、私の何を知ってるんだよ。<laughs> 父ちゃんって呼んでるんだよ。呼んだことないよ。呼んだこと、一回も呼んだことない。お父さんって呼んでる。 パパママ呼ばないなんかちっちゃい頃からもうお父さんお母さんで教えてもらってそう呼んでたお父さん6周年来なかったのうん仕事 お仕事でそう来なかったお母さんとお姉ちゃんは来てたよ <laughs> ちゃっかりサイレームめっちゃ <laughs> 手て<出>だし <laughs> お姉ちゃんとか <laughs> そうなんかさ2部のアンコールの2曲目がファンの皆さんの投票で曲を決めるっていうやつだったんですけど ちゃっかりお姉ちゃんもあの色を変えて <laughs> こうやって振ってました <laughs> あの「ペダル青」みたいな「夢二から赤へたるたちは緑」みたいな感じで <laughs> そうやってたんですけど <laughs> 見えたのえ見えたよなんかさあの見えて手振ったらそしたらお母さんが唯一変えたグッズのタペストリーをこうやって。 ドルルン <laughs> 巻き物のように広げて <laughs> グッて <laughs> 喜んどるわって何投票してたえっペダルに投票してた <laughs> そうペダルだったペダル そう、夢力がすごい多かったな、うん、そうお姉ちゃんはねお姉ちゃんお母さんはリクの陸クとあと あの6周年の2部に来てくれてましたなんか一部はあのチケットが足りなくって <laughs> 配信で見たらしい <laughs> なんかチケットが <laughs>「プレイガイドも一般も全部落選したんよ」みたいに言われて「あの落選したけんね」って「ちょっと一部はあの配信で見るわ」って言って。 家族席用意してあげていやあの招待もできるんですけどその全部招待ってのって結構なかなかど,どれに招待しますかみたいな感じでそうそうで第2部に来るってのは決まっててでなんか第1部とリ陸ワは自分で応募するって言ってたんですよそうそう ね、自分で応募するからって言ってたんですけどどっちも全部落選したって言っててであのリクアワは当日券出たじゃないですか <laughs> なんで <laughs> 当日券で <laughs> そうあのな機材開放石みたいな感じで当日券が出たんですよリクアワの方はそうそうそれで。 リカは行くって言って、リカは姉ちゃんとお母さんが来た。<laughs> そう。<laughs> もうなんか休みを取ってて、たらしくて土日でだから行く気満々だったのに土曜日はないと困るって言っててで当日券あるって聞いた瞬間めっちゃ喜んでて「絶対当日券で <laughs> 入るぞ」みたいな感じでありがとう。 ありがとうグッズ並んだらしい。 聞こえてないもんねこれ鼻水なんとグッズ相当ならんんかそうなんか,そうなんかグッズがもうなんかタペストリーうちわが欲しかったのにうちわが買えなかったらしくて「うちはもらってきてよ」って言われて。 が欲しかったらしい時に買っちゃってごめんなさいいやありがとうゲットしてくれて <laughs> ありがとう本当にありがとうございます嬉しいなんか自分のグッズ持ってくれてるの嬉しい行ったら残してあげたのにいやもう そんな <laughs> みんなと同じように並んで買いたいっていうそうなんかお母さんとお姉ちゃんめっちゃそうそうなの <laughs> 私,私もがゲットしに行くわ <laughs> 本当 <laughs> あと2分ありがとう私めっちゃ配信で鼻何回かんだだろう6 5回ぐらい56回かんだと思うごめんねミュートにしてその度に <laughs> 難情ぼんちゃんさん坂道 FC さんぽ <laughs> んたさん山ちゃんさん東京のさわんさんきなぺこさん難波のひさとさんゆずきちさん福太郎さん刀剣太郎くんさん熊根パパさんぱ、うんんんん熊根パパさんマサさんケンジさんありがとうございます。 おやすみ大事にありがとう大事にしますおやすみなさい明日目降るえみんな傘忘れずに本当に <laughs> おやすみおやすみ 星空をずっと眺めてるとそう眠るタイミングを失う目を閉じるのがもったいなくて息ができないへえそ